ギフトありがとうございます。ふみちゃん、眠たい今ね実は寝てた起きてびっくり、30分で危な、本当に意識なかった。大富豪してて YouTube 流しながら気づいたら目閉じてたみたい。乙女シルクは起こしてくれませんでしたシルクは隣で寝てましたゴロゴロ言いながらぐっすり。こんばんは、こんばんは15分経ったらすぐに終わりにします。明日は、今日は通常の時間がない公演だったんですけど、明日はボートレース戸田の YouTube 生配信ですね、参加させていただきます。初めてボートレースとだボートレースのお仕事をさせていただいてから2回目ですね。帰ってきました。楽しみです、とっても。明日も朝早いので、目が乾燥してる、寝起きすぎるし、普通にやばい、本当に頭回らん。頑張り頑張り、自分とめちゃんもうずっと動いててさ、北海道前後ずっと休みなく動いてるので、移動疲れが一番体にきてる。シルコちゃん、シルコちゃん元気？目薬すればよかった、配信前。乾燥すぎる、足声がガサガサやばい、声がガサガサ。今日配信終わった後すぐ寝れそう。寝たい寝たい、ね、
寝ます。でもまだねやらなきゃいけないことがたくさんあるので頑張ります。乙女ちゃん乙女ちゃん乙女私の代わりに寝てる。でも最近ねペットカメラで乙女シルク見るとシルクはぐっすり寝てるんだけど乙女は割と起きてる時間が多くて、なんでだろう。静かだし涼しい部屋だし生き物しかお家にいないのに私が家開けてる間どうしたの。どめおとめおとめって今さ触って何でもない乙女ちゃん ね、帰りをずっと待ってるみたいです。乙女シルクは寝ながら夢の中で私のことを待ってるかもしれない。そう、今日さ朝起きたらもう久しぶりにさいっぱい寝れて光栄だったので、今日は遅めだったので、あの朝起きたらもうオンライン特典会の二次販売がもう始まってて、で、あ、告知しないとと思ったらもう全完売されていて、ありがとうございます、本当に嬉しいです。とっても前回の愛のホログラムのオンライン特典会もすごい早くに二次販売の抽選で全完売させていただいて、今回の33枚目シングルもオンライン特典会全完売早い段階からありがとうございます。本当に嬉しかった。とってもだから寝てたのでごめんなさい、どのぐらいの時間で完売したのかが分かんなくて、ファンの方に教えていただいて気づきました。そう、ありがとうございます。なんかすっごいボサボサじゃない、なんかギフトありがとうございます。とめちゃん30分くらい早っ前回より早いんじゃない。10時半ってこと？11時半早っ、嬉しい、ありがとうございます。でも多分なんだっけ入金手続きとかが今月末かなだっけ。またそれも忘れてしまったら全完売ではなくなってしまうので気をつけてください。せっかく取れたのにやばい忘れたってなって私がみんなの元へお届けできなかったら悲しいので、じゅうごちゃん、そう今回手形はないのでサインチェキ抽選会です。ハートありがとうございます。まあいた、ほら1時で支払い忘れましたって。2時取れたかな。
待って、今回のオンライン特典会私さ、また最終日じゃない？またじゃないよ、前回の愛のホログラムも最終日近くで、すごい予定、お仕事詰まってて朝方まで一日で書いてた。今回最終日でしょ、本当の。やばいぞ。うわ、最終日じゃん。私は一人一人にいっぱい書きたいので、いっぱい時間をかけたいんですよ。で、前回もいっぱい時間かけたらすごい朝になってて、ちょっと食べちゃん。でも楽しみです、書くのが。乙女シルクと一緒に書きます。せっかくみんなが私のって選んで購入してくださってるので、嬉しい。その倍以上をお返ししたいので、そういう気持ちで毎回書いてます。今回も、まだ買ってないんですけど、新しく買う、これからの使う香水をつけるので待っててください。何の香水しようかな、多分今回全部つけられ、あ、特典抽選会の方はできないか、多分チェキ会とオンラインサイン会の方はできますね。手形はないのであれですけど、すごっ、前回のまだ匂い残ってた。だって強っ。何の香水だっけ、前回あれか、あんなに匂い残るんだ、すごい。さすがって感じの香水ブランドですね。ほら、甘いもんさんでしょ、姫。姫ちゃん、姫ちゃん、本当に甘いもん今ね。ね、寝てる時間しか一緒に入れてない、本当に今は。やばい、朝も起きてすぐだし大丈夫？寂しいね、乙女。私も寂しいねえ。そうだよね、一緒、気持ちはね、乙女ちゃん。さあ、頑張って的中するね、乙女。どうだ、ボートレース。頑張って当てるね、乙女。おやついっぱい食べようね。大丈夫、くしゃみ。あ、15分経ちました。今日で491。なんか喋ろうとしたんだよな、忘れちゃった、公園だっけな。ボートレース、公園、なん、何だったんだろう。まあ、いっか、大したことないのかもしれない。思い出したら話します。
配信止めるね、はい、よし頑張ります。何事にも全力で頑張ります。昨日ね蚊に刺された最悪、なんか後に残ってる蚊じゃないのかな、移動の車で肘を背もたれにつけてたの、そしたら赤くなって腫れ、ミミズ腫れみたいになってて、ダニ？蚊？めっちゃ痒い、なんかだって跡残ってるもん、痒っ。嫌だ最後にこんな話、ごめんなさい。久しぶりに蚊に刺されたの？ダニ系かもね、痒っ。思い出したら余計痒くなっちゃった。ごめんね、おどめちゃん。ね、ありがとう。1位サトッチ、2位ケイタ、3位ヒョウ、4位ケパパ、5位ムツミ、6位モリレン、9位フルハウス、違う、ごめんなさい。7位フルハウス、8位キミちゃん、9位ヨダ、10位メンソレータン、待って本当にかゆい。11位カズヤッチ、12位シェン、13位セリ。皆さんありがとうございました。やっぱ止め出ない、最後出なそうです。皆さん今日も放映も配信もありがとうございました。とても楽しかったです。久しぶりの時間がない公演、やっぱり私はアップルちゃんが大好きです。今日も踊ってて一番楽しかった。みんながお仕事見てくれるし、サイリウムを振ってくれるし、サイコールすごいし、ありがとうございます。次の公演も見てね、ありがとうございました。おやすみなさーい。ありがとうね、みんな本当に。メール明日送ります。バイバイ。